私が初めて高校生の時に初めて作った曲になってまして、こういう心持ちでちょっと生意気な表現とかも入ってるんですけど、こういう強い気持ちで音楽活動をやっていこうっていう気持ちを歌った曲になってます。では聴いてください。永久シンデレラ。ありがとうございます。